リーニジュンカハディルガクトイギリアリプタニャンシラカンデリハスバガイクランジュタアンダリミングラルガクトムンジャワプルタニャンプルタニャンダリアンダスムアミュージックジャパン TV をご覧の皆さん、こんにちは、ガクトです。テンポ自体はそんな早くじゃないんだけれども、かなりイメージとして音が重厚に作られていて、心の弱い部分を全部取り除いてくれるような、そんな強さがある曲かな。で、今回のこの物語自体は戦国の世界をこう描いて作ってるわけなんで、現代においても戦うっていうことは、みんなそれぞれが自分の会社だったり学校だったり家族だったり、いろんなところで自分の巡りで戦ってると思う。ただそこで負けるってことを判断するのは自分の意思だったり弱さだったりするわけで、この PV からこのミュージックビデオから、それでも前に進まなきゃいけないんだっていうその力強さを感じてくれたら嬉しいし、まあ、あとはこのミュージックビデオだけの話で言うんだったら、僕は眉毛を剃ってるんだよね。かなり怖いクールな感じになってるから、それも含めて楽しんでくれたな。ビジュアライブ、ラストビジュアライブが来年の3月から予約始めることになりました。まあ、こっちの、まあ、このツアーは、まあ、かなり激しく美しくして見に来たい人が勇気を持って帰れるようなそのライブになると思います。楽しみにしてる人、まあ、僕をまだ見たことのない人、まあ、いろんな方にこのビジュアルライブを通してもっと頑張ろうとそう思えるような勇気を持って頑張ってもらいたいと思います。楽しみにしててください。今回この番組の呼びかけでたくさんの質問やメッセージをいただいたので、とても嬉しく思っています。今からみんなの質問に真剣に答えていこうと思います。その来年のラストビジュアルライブはワールドツアーを今組んでいて、で今もちろんインドネシアに行く予定になってます。まあ以前にもね、少し番組にちょっと出演したりとか、まあ、そんな中で多くのファンが待っててくれて、すごく嬉しいなっていうのと同時に、ずっと任せてしまってるんだなってこと、本当に申し訳なく思ってます。本当に今回やるそのラストビジュアルライブのツアーがみんなにとって
お待ちに待った素敵なライブになることを、期待しているというか、みんなが喜んでくれる顔を見るのが僕はすごく楽しみにしているというか、とにかく僕もみんなに会えると楽しみにしています。以上、ガクトでした。